くんの3分間ショッキング。はい、今回の司会は30歳男性、学校の先生のパラパラ司会、オブデフーね。働き盛りなのに残念だね。強力な睡眠薬が検出されたけど、それが死因ではないわね。首元のあざから見て、首を絞められてからが小さいし、ダメ、悪意を濡されてから椅子にされたわけね。はい、スパー。ちなみに例の地下室から発見された死体は丁寧に防腐処理されていたわ。相当手慣れているわね。はい、そしてこれが丁寧に椅子に組み上げた死体です。手作業の場合結構時間がかかるので、誰にも見つからない場所と時間でやらないといけませんね。椅子か。でもくれぐれも良い子は真似をしないでくださいね。それじゃあまた再来週。